2016年5月1日、韓国ニューシスによると、日本の研究チームが髪の毛を生やす皮膚器官の毛包を大量に作るマウス実験に成功したことが分かり、韓国のネットユーザーから注目を集めている。横浜国立大学の研究グループは、マウスの胎児から毛の生育と関係がある2種類の細胞を取り出し、培養皿で約300個の毛包として自然培養。それをマウスの背中に移植して毛を生やす実験に成功した。毛包を人工的に大量生産することに成功したのは今回が初めて。脱毛の治療に使えるよう、今後、さらなる研究が進められる。教授は、今後3年間程度で、人の細胞を利用した実験をする方針。10年後に脱毛を治療できるようにしたいと明らかにした。この報道は、韓国でも注目を集め、ネットユーザーからは、多くの称賛の声が寄せられた。ノーベル賞をあげたい気持ちだ。脱毛の治療薬を開発した人は、財閥ランキング10位以内には入るだろう。人類のための本当に素晴らしい研究だ。21世紀最高の発明になる。ノーベル医学賞ではなく、平和賞を与えてほしい。やっぱり、日本は遥か上にいる。その事実は認めざるを得ない。脱毛症に悩む人が、一気に進撃派になる。すごすぎる。やっぱり日本は恐ろしい国だ。日本頑張れ。日本の科学技術は世界の希望。日本はレベルが違う。ここでは自然に見えるカツラを作るのが精一杯。